プリパイさん味噌ラーメン歩きましょう。おはようございます。キリタンのラーメン食べ過ぎを抑えるため仕方なく同行するゆずきゆかりです。おはようございます。ゆかりさんの徘徊に仕方なく付き合ってあげる東北キリタンです。久しぶりの味噌ですね。久しぶりの南区ですね。日が傾きかけた空を眺めつつ歩いていると、吹っ飛んだ布団を発見。実在するとは驚きですが、何撮ってるんですか。そして高速と歩道橋が織りなす立体的な景観も素敵。おかげで登って景色を眺めては降りるを繰り返す新車と化しています。次の歩道橋では奥にランドマークタワーを発見。横浜県民になって早半年、未だに行ってません。進むともう一つの神奈川のシンボル、クリエイトが。以前ヘタテラーメンした時に本社横を通った千葉のドラッグストアです。そんなローカルネタを挟んでいると横浜の一つ隣、保土ヶ谷に到着。横須賀線に反射した日の光も幻想的ですが、日が暮れる前に着くか心配になってきたところ。そうだ、今回こそルートは分かっているんですか。いえ、目的地の住所からなんとなく導いて歩いてます。ゆかりさん、ええ、見知らぬ路地から出ないと得られない栄養を感じます。これだから計画的迷子はやめられます。大丈夫なんですか。大丈夫でした。大丈夫でした。まあ今回の目的地緑に到着です。札幌、信州、小田原と3種の味噌ラーメンが味わえるこちらのお店、メニューはこんな感じ。他にも辛味噌や期間限定で煮干し味噌まで。迷ったら上から3番目と古事記にも書いてある小田原味噌ラーメンを注文です。大きいチャーシューが目を引くね。じゃあ早速いただきます。赤、白、麹、3種の味噌を合わせるこだわり、美味しいです。店名の通り鶏白湯をベースに使っているからか、まろやかで優しい味わい。もちもち食感の中太縮れ麺も芳醇なスープによく合います。無料で大盛りできるのも嬉しいですね。トッピングも抜かりなし。ラードで炒めたもやしは食感が最高。香ばしい香りがたまらない炙りチャーシューも食べ応えあって絶品です。ごちそうさまでした。鶏白湯がまろやかな3種の味噌ラーメン、今度行くときは信州味噌ラーメンを試してみたいです。では、じゃあまだ見ぬ道を歩きたくなったらお会いしましょう。え、そうそう、よろしければいいね、マイリス、ツイッターのフォローお願いします。今回のいいねは裏でやらかしていた特大ガバです。それではご視聴ありがとうございました。